片桐咲です。さあ今日はですね、ちょっと久しぶりですけれども、いよいよ来る今年最強の金運開運日についてお話をしたいと思います。で、最強開運日は今までたくさんお話ししましたけども、金運に関しては今年これが最強じゃないかっていう日があります。で、さらにですね、今日はね、本当に今までね話したことがないような秘宝みたいなお話もしますので、多分他のことも言ってないんじゃないかなっていうね、裏技もお話をしますので、かなり貴重な動画になりますので、ぜひ最後までご覧ください。5月っていうのは実はですね、すごいいい月なんですね。ちょっと LINE にも少し前言ったんですけれども、もう超変革の時期になりまして、今年で一番すごい変革の時期でして、でさらにね、おそらくね、もう今年最強の金運日がやってくるんですよ。すでにですね、新年の動画で今年のね最強開運日っていうのをいくつか出してるんですよね。ただ金運に関しては私ね、もう5月のこの日が最強じゃないか、今年1年で最強じゃないかと思ってる日が来ますので、その日とね、なぜその日が今年最強かっていうのと、その日にやったことがいいことをねお話をしたいと思います。で、今回初公開のねお話もしようと思ってるのでね、まだ出してないような情報も出そうと思ってますので、今までね公開したことのないちょっと技をねご紹介しようと思ってまして、これ超ね裏技、多分ね他に言ってる人いないんじゃないかなっていう超裏技を、もう最後の最後でお話しします。最後まで聞いてくださった方にねプレゼントという感じで、なんでまあちゃんとね、でも全部流れつながってますので、ちゃんと最初から全部見てねいただきたいなと思います。かなり必見になりますので、ぜひ見逃し厳禁で最後までご覧ください。で、まずですね、5月はね超変革の時期なんですね。で、なんて言ったってね、まず5月1日に牡牛座新月が来ましたけれども、これがね、部分日食だったというね、日食来ましたって話ですよ。すごい、日食とか月食はすごいスペシャルバージョンになりますので、超パワーが強いわけですよね。で、さらにですね、今回その最強金運日だっていうのが、5月16日になります。で、この5月16日っていうのはですね、まず一つがですね、土の富の日なんですね。で、土の富の日は他の動画でも説明してるんですけれども、身の日っていうのがたまに来るんです。身の日って蛇の身なんで、蛇ってやっぱり金運ですよね、財運になるんですけれども、それのね、スペシャルバージョンで、60日に一度だけ身の日のスペシャルバージョンの土の富の日っていうのがあるんですね。で、これが5月16日に来るんですよ。でもこれはね、60日に一度、2ヶ月に1回は来るんですけど、さらにこの日ね、超金運にいい、サソリ座の満月のさらに皆既月食なんですね。で、これ超すごいんですよ。で、満月って毎月来ますけれども、毎月意味が違うんですよね。例えば今月の満月は人間関係にいい満月だったりですとか、健康にいい満月だったりとか、毎月テーマが変わるんですね。で、ただね、その5月は、金運の満月が来るわけなんですよ。5月16日にね。で、さらにね、それがね、皆既月食っていうね、もう、超スペシャルバージョンなんですよね。それがね、ちょうど重なってるわけですよ。土の富の日とスペシャルバージョンの金運満月が重なるという。で、金運満月って年に1回ですので、すごいことなんですよ。このね、60日に一度と年に1回の金運満月が重なるってめっちゃすごい日なんですね。なんで私、新年の動画でも、今年ね、2022年にお財布買う日、使い始める日っていうのをね、ご説明してるんですけど、その中にね、実はもう5月16日って言ってあるんですよ。もちろん最強開運日もいいんですよ。最強開運日もいいんだけど、その5月16日、今回イレギュラーですごくいいよっていうお話をね、実はもう新年で出してるんですね。っていうことなんですよ。もう5月16日、めちゃすごいんですよ。金運大改革みたいな日になりますのでね、めっちゃすごいパワーがあるんですよ。で、この日はまず逃すなっていう感じです。でね、まずこの日にね、やった方がいいことってことなんですけども、まず土の富の日なので、これはまず、弁財天様にお参りをして銭洗いしましょうってことです。で、銭洗い弁天っていうのがね、多分皆さんの家の近くにもあると思うんですけれども、まずそこに行ってね、銭を洗うってことですね。私はクレジットカードですとか、印鑑も洗っちゃうんですね。で、その洗い方は別の動画で出してますので、それをね、下の概要欄の関連動画っていうところに載せておきますので、ぜひそちらね、見てみてください。で、これをね、まずやっていただきたいです。もうだってすごい日だからね。だってそれで、満月がこれね、昼間に来るんですよ、しかも。満月になるのがですね、13時14分なんですね、昼間のね。ってことは13時14分以降は満月パワーまで入っちゃってるってことです。満月パワーが昼間も充満してるので、めっちゃ金運パワーが入ってますよってことなんですね。その中で銭洗ったらどうなるかって話ですよね。すごいわけですよ。もちろん昼間だからまだお月様出てないですけれども、もうパワーはもうフルパワーになっちゃってるわけですよね。私はこの日ね、できたらね、天気が良ければ3カ所神社行こうと思ってるんですよ。金運神社がね、3カ所結構近くにね、
あるんですよね。そこに行こうかなと思ってるんですけども、ちょっと欲張りですけど。で、巳の日とか土の富の日っていうのは蛇の日なので、蛇に関する神社もいいですよ。蛇を祀ってる神社ですとか、そういうのもあると思いますので、ぜひそういうところにお参りをしたりですとか、まあ、銭洗弁天があるところに行って銭を洗う、印鑑とかできればね、クレジットとかも洗う。ちょっと私の場合、たまにお財布もちょっと濡らしちゃったりするんですけれども、ということをね、ぜひね、やっていただきたいと思います。ていうのは結構水ってね、そういうパワーがね、吸収したりするんで、まあ、水ってもちろん浄化にもいいんですけれども、水っていろんな効果がありますので、それ水をね、洗うっていうのすごくいいです。まあ、ではね、弁財天様とかね、銭洗いできないよっていう方でもね、安心してください。最後に超裏技をご紹介します。ただなかなかね、ちょっと平日なので、今から有給取れないよって方もいるかもしれないんですけども、まあ、取れる方はぜひ行っていただいて、取れない方はね、せめてね、これ皆さんにやっていただきたいのが、このフルパワーの機運満月を生かすってことですね。夜ね、満月パワーを吸収するっていうのをやっていただきたいんですけれども、これはね、まあ、満月ウォーターをね、作っていただきたいんですね。で、私はね、ハワイの方、ポノポノって聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、愛しています、許してください、ありがとうございます、ごめんなさい、この4つの言葉を常に言ったりしてると、まあ、潜在意識がクリーニングされて、まあ、悪い潜在意識がね、悪い情報が消えていくっていうのをね、聞いたことある方多いと思うんですね。で、私、ハワイの方、ポノポノのね、ところでね、ブルーボトルも買ってあるんですよ、前にね、買ってあって、そのブルーボトルっていうのが、今回大事なものになります。ブルーボトルはね、もともとはソーラーウォーター用に買ったんですよ。ソーラーウォーターっていうのは太陽のパワーを吸収するってやつなんですね。太陽のパワーでも全然浄化はできるんですけど、今回満月がすごいので、同じボトルでね、私はいつもね、夜のね、満月ウォーターとか新月ウォーターも作ってるんですけれども、ぜひそれもね、皆さんにやっていただきたいと思います。で、やり方は簡単でして、とにかくね、青いボトルを用意してください。で、これ私のね、写真載せますけれども、私のはちょっとその専用で買ってるのでね、しかも結構1.5リットル以上あるでっかいやつなんですけれども、皆さん別にね、何でもいいです。青のガラスの瓶だったら何でもいいです。で、このね、青とガラスっていうのが意味があるんですね。で、この青い色っていうのは、まあ、私、カラーリストって色の専門家でもあるので、オンラインプログラムの方ではね、ちゃんと説明してるんですよ。なんで青がいいのかっていうのもね、説明してるんですけど、まあ、興味がある方はね、概要欄からね、ぜひリンク貼っときますので学んでいただきたいんですけれども、青じゃなきゃ意味がないんですよ。で、こういう濃いね、青ね、紺みたいな青の色を探してください。青いボトル、これ何でもいいです。100均でも売ってるかもしれないし、ただガラスの瓶ですね。あと、まあ、例えばお酒とかね、焼酎とか入ってるボトルでもあるかもしれないし、ミネラルウォーターが入ってるボトルでもあるかもしれないです。でも必ず色は青、まあ、濃いめの青に、素材はガラスにしてください。これが絶対必須条件です。で、これ素材もね、ガラスじゃなきゃダメです。もうプラスチックとか他の素材はダメです。ガラスにしてください。このガラスっていうのにもね、また意味がありますのでね。で、素材についてもね、オンラインプログラムでご説明してますので、素材って本当大切なんですよ。で、これもね、ぜひ皆さんよければね、学んでいただきたいと思います。でね、例えばね、そこにラベルが貼ってあるものがあるとするじゃないですか。お酒だったらなんかお酒の名前が書いてあったりとかね。で、ラベルはね、全部剥がしてください。っていうのは、これね、この青いブルーボトルの中にミネラルウォーターを入れていただいて、まあ、蓋をしてね、蓋何でもいいですよ。ラップでもいいし、ワインのね、蓋とかでも何でもいいんですけれども、それをね、月光浴させていただきたいんですよね。夜ね、2時間以上満月にさらしていただきたいんですよ。そうすると、その水に青の意味があって、その青のおかげで、青のガラスという素材のおかげで、水の中に満月のパワーを吸収することができるんですね。これ太陽でもそうです。太陽の光のエネルギーを水で吸収することができるんですよ。で、皆さん聞いたことあるかもしれないんですけれども、水ってね、本当に物質ですので、情報を吸収するんですね。だから、よく水に対してありがとうって言ってると、まろやかな水になったりですとか、まあ、バカ野郎って水に言ってると、水がね、すごいいびつなね、ちゃんと顕微鏡とかでちゃんと調べるといびつな形になっていて、さらにまずくなっちゃったりとかっていうのがあるんですよ。水ってすごく純粋で、本当にかなりね、影響を受けちゃうんですよね、いろんな影響。で、その時にね、ラベルにね、文字が入ってると、その文字の影響を受けちゃうんですよ。変な、例えば焼酎の名前とか書いちゃったりとか、例えば製造年月日とかあるじゃないですか。そういうのが貼ってあると、そのせっかく満月のパワーをボトルを通して水の中に入れたいのに、ラベルの文字のね、情報も入っちゃうんですよ、水の中に。だから、それはやめてほしいんです。だから、ちょっと頑張って、シール剥がしとか買って、ラベルはきれいに剥がしてください。もう何にもない、ただの青いガラスのボトルを用意してください。青いガラスの瓶を用意してください。で、その中に水を入れて、満月、夜が暗くなって日が落ちた後に、2時間以上ベランダとかに置いて、2時間以上その満月のパワーをそのガラスのボトルにね、吸収して浴びさせてあげてください。
で、これでその2時間後になったらね、2時間以上経ったらそれを飲む、ただ飲むだけでいいです。ひたすら飲む、飲みきり、次の日ぐらいまでは大丈夫だと思いますので、そうやって飲むことで体にその満月パワーを吸収することができます。で、飲むときもやっぱりコップがね、まあ、できれば青いガラスのコップが一番いいんですけど、まあ、せめてガラスのコップで飲んでください。これもプラスチックとか違うね、素材のコップに入れちゃうと、そこで入れた瞬間にね、エネルギーが変わっちゃったりしますので、そのガラスのコップ、まあ、できたら青いガラスのコップで飲んでみてください。で、当然ですけどね、この、せっかく月光浴させた水を決して沸騰させたりですとかね、沸かしたりとかしないように、もうそのまま生で飲んでください。もうそれ以外の飲み方はないです。で、満月パワーを吸収するのはもちろんなんですけれども、で、かなりクリーニングの効果がありますので、そのホオポノとかみたいにね、悪い情報を浄化したりとかそういった効果もありますので、これぜひね、やっていただきたいと思います。これソーラーウォーター自体もね、もちろんパワーがあるんですよ。太陽の光ですね、その時はね、あるんですけど、特に今回のそのすごいスペシャル満月なので、ぜひそれやっていただきたいと思います。で、もしね、雨とか降っちゃったら、ベランダに置けないと思いますので、濡れちゃうので、まあ、濡れてもいいんだったら別にいいと思うんですけど、濡れさせてもいいと思うんですよ、外置いといてもね。いいと思うし、もしちょっとそれが嫌だって方は、家の中に置いて、ただちょっとその、少し窓を開けていただいて、網戸の状態で、必ずその外気にさらす、そのボトル自体を外気にさらすようにして、必ず月の光を吸収できるようにね、やっていただきたいと思います。窓閉め切ってたら全く意味ないのでね、家の中だったら窓をちょうどガラスのボトルを置いたところだけは窓を開けるとかっていう風にしてやってみてください。で、これをまず飲むっていうのはとっても大切です。で、他にもまあいろいろ満月のね、願い事書く人とかいますけれども、これいろんな流派がありますのでね、多分ネットで調べると書き方とか書いてあると思いますので、ぜひそれを見てね、やっていただくのもいいと思います。まあ、本当にね、おすすめするのはね、ぜひこの日はね、せっかくだからそのゼニアライ弁天とかに行っていただきたいんですけれども、まあ、しょうがないときはせめてね、満月ウォーターだけでも作って飲むとすごくいいと思います。できれば両方やるとね、いいんじゃないかなと思います。で、最後まで聞いてくださった方にね、めちゃくちゃ裏技を教えたいと思います。これ本当に裏技ですけど、もしね、ゼニアライ弁天行けなかったとするじゃないですか、もう最悪ね、この満月ウォーターで善意洗うっていうのはありだと思うんですよ、私。満月ウォーター、この超金運パワーの含まれた満月ウォーターで善意を洗ったり、ちょっとクレジットカード洗ったりとか、印鑑洗ったりとか、で、お財布をね、拭く。お財布をちょっと濡らして拭く。この満月のパワーをお財布に吸収させるってことです。よくお財布フリフリとかってやる人いるじゃないですか、満月に。結局それって月光浴をさせるみたいな感じだと思うんですよ、お財布ごとね。で、満月ウォーターめちゃくちゃそのパワー入ってますから、水の中にね、それで拭くといいんですよね。で、これめちゃくちゃ裏技です。多分言ってる人いないんじゃないかなと思うぐらい超裏技なんで、もし本当に、もちろんゼニアライ弁天は弁財天様とか蛇のね、神様のパワーが入ってるから、それはもちろんそっちの方がいいんですけれども、最悪ね、このパワーを使うといいんじゃないかなと私は思います。ということで、行けなかった方はね、ぜひね、試しにやってみていただきたいなと思います。超これ裏技で、他の多分言ってる人いないんじゃないかなと思いますので、ぜひね、最後まで聞いてくださった方に、特別にお伝えをさせていただきました。ということで、この日はね、すごく気分アップの日になりますので、すごく特にね、さそり座満月さんっていうのはね、本当にかなり巨大な金運なんですよね。さらに皆既月食なので、ぜひね、この日をね、生かしていただきたいと思います。で、まだお財布を使い始めてないよとか買ってないよって方とかいらっしゃるとしたら、で、今年の採用会員はもうほとんど3月まで終わってますのでね、もう本当にこの日が最後かな。あと6月とかに1回あるんですけど、金運に関しては、この日はちょっと生かした方がいいかなっていう気はしますね。ということで、今日は5月16日、今年最強金運開運日についてお話をさせていただきました。皆さん素敵な金運日をお過ごしください。それではまたぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。See you next time!